ありがとうございます。ご紹介に預かりましたビスケットブラザーズです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。いや、お話をいただいて本当に憧れの、はい、この枠でね、僕らが、担任をさせていただけるということで。そうですね、はい、まあ、やっぱラジオっていうのは何よりいいというのは、うんうん、聞いてくれてる人が2人とも太ってるっていうのがバレないっていうのが、一番の姿が見えないというのは一番強い、ありがたい、僕らにとって一番強い形としてやらせていただける、太ってることがバレないっていうね、はいはい、イケメンのふりをしてちょっとやらせていただける、いい声でね、はい、はい、なんかその宣伝の写真は、うん、あの桜井さん2枚ですいません、はい、はい、2枚桜井さん2つで、はい、はい、お願いできたらと思います。バレちゃうんで、はい、でも本当に、はい、このスターが生まれていく、憧れの先輩たちがやっていく枠を任せていただいたというのは、うん、本当に嬉しい限りで、はい、そうですね。でも、はい、僕ら自体も正直いろんな、うん、芸能界のこととか疎かったんですけど、はい、最近やっぱり、はい、人気者って何だろうなっていうのをいろいろ調べたときに、やっぱラジオをちゃんとしっかりやってるということが、はい、一番人気者としての、はい、その条件というか、はい、だと気づきまして、はい、ちょうど僕らもラジオを、はい、今年キングオブ撮らせていただ、去年撮らせていただいて、マネージャーとラジオの番組を持たせていただけたらなという話をちょうどしていたところに、はいはい、お話しいただいたんで、すごい光栄に思っております、はいはい、姿が見えないラジオで、はい、今年の2人が、うん、何を見せてくれるんじゃない、何を聞かせてくれるのか非常に楽しみにしてるんですけど、はい、その日にぜひ一言。まあそうですね、はい、仕上がってない人間2人が小気味よく喋るっていう感じ。いやいやな、はい、聞いてられへんて体も仕上げてない小気味よくだけは、はいはい、けどやっぱり割と僕らの一挙手一投足にいろんな人がこう注目してくれもらってる時期だと思うので、うん、よりこの FM 大阪盛り上げれたりとか、芸人とかいろんな人がこう聞いてるよとか言ってくれたりとか、うん、芸能人の人が聞いてくれてるということで、どんどんこう今どんだけ自分らがこう喋れたりとかいろいろこう発信することによっていろんな世界が広がられたらいいなということで、ちょっと一生懸命やらせていただきます。はい、先ほどもちょっとその人気者はラジオ番組も持たれてるということだったんですけども、はい、芸人さんのラジオ番組というとどうしてもなんとなく AM のイメージが強いかと思うんですけれども、はい、今回 FM の番組を持たれたということについての感想みたいなものというのと、あと番組はまあお笑い音楽どっちにちょっとウェイトを置いていこうかなみたいなことを思われてるかっていうのを教えていただけたらと思うんですけども。ウェイトですか、お笑いと音楽の、はい、お笑いです音楽、はい、そうですね、でも自分たちの好きな曲ももちろんたくさんあるんで、それも皆さんと共有したいんですけど、はい、はい、まあ、もう音楽に関しては割と、はい、今後勉強かなというところがありますんで、はい、はい、あと、まあ、FM でやらせていただくことに関しましては、やっぱりこうお笑いファン以外の方もたくさん聞いてくれてるかなと思いますので、はい、うん、そういう普通にこうつけてみてたまたま入ってきたのが僕らのラジオで、そこから好きになってもらえるみたいなことが、はい、たくさんあるので、そうですね、はい、だから割とこのやっぱ地域も密着してる形で、うん、こう、うん、ラジコを僕らゲストで出させてもらって、うん、帰りにこう立ち飲み屋とかでおっちゃんとかに、さっきのこうちゃんみたいな声でわかるでみたいなとかを言っていただいたりとかがあるんで、すごいこう大阪にも根強いものですし、うん、そこをこうなんていうんですかね、ちょっとずついろんな、広げるには、自分らがこう力をつけるにはとてもいい場所なんじゃないかなってすごい思うので、そういう意識でちょっとやらせていただけたらなと思っております。はい、新たに4月から新メンバーとしてよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうでしょう、やはり芸人さんといえば2人しゃべり、芸人さん同士のしゃべりが多いと思うんですが、はい、今回は私との3人しゃべり、はい、どんな感じでやっていこうとか、はい、何かあります？そのみーさんがいてくれるという安心感もありますし、はい、やっぱりどうしても僕ら2人だけだとブースが臭くなってしまうので、うん、そうですね、はい、はい、そのみーさんがいてくれないと、そうですね、はい、まあ、はい、現代の言葉じゃないような言葉を選ばずに言うなら、はい、僕は女と喋るの好きなんですね、はい、ダメですね、それを言われてんね、はい、それを、はい、あかんっつってんね、えそれがダメだっつってん、ね、はい、だから楽しみです、はい、本当ですか、女でよかったです、はい、
でもずっと念願のお二人とのラジオでもありますので、はい、ああ、ありがとうございます。そうなんです、今回はこの話を聞いて私もすごく喜んで、どんなラジオにしていくかっていうのはね、これから、はい、まだ打ち合わせもしてない状況ですので、はいはいはい、本当にギリギリになると思うんですが、はい、そのね、生感バタバタ感、お二人のこのキャラクター性をーぜひこのラジコでも楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、しゃべり上手です、ね、はい、本当にありがとうございます。15年やってます、ありがとうございます。